妙金岬。目の前の浦賀水道を多くの船舶が行き来するのが見える。妙金岬は千葉県の富津市と安房郡居南町の境にある岬。のこき山が東京湾へ落ち込むところ。その昔、この付近の海中から妙な金が出現したことによるとされる。妙な金、妙性が転じて民生となった。古来、この辺りは、 街道の海沿いの難所として知られ、徳川三国の公院機構には、のこぎり山の出先のこなる道を、岸に沿いて通る。民金のうちに八丁ばかり、難所あり。三月馬通ることなら、ざる間、一丁半あり。との記述がある。国道127号の民省付近には、南方となる巨南町、安田川から、元名台に、塩墳、民省の、各水道がある。 元菜第二水道はもともと、富津市寄りの北側から元菜第1、第2と並ぶ2つの水道だった。ノリ面の落石除けとして、ロックシェッドを水道管に建設したことにより、水道同士がつながったため、今では一見一つのトンネルのように見えている。トンネル内は1950年の開通当時と変わっておらず歩道はない。車道の幅にも余裕がなく、 二輪車や徒歩で通行することは危険である。各トンネルには徒歩や自転車で通行する際、後続の自動車に知らせるための押しボタンが設置されている。民生水道の海側には、旧道の名残の小道がある。ありがとうございます。